エンジェルムーンさつき先生が占う今日のメディカル占い。2位はお羊座のあなた。夜勤明けで USJ に行く元気がありそう。夕方以降喋らなくならないように気をつけて。ラッキーアイテムは1リットル紙バッグのジャスミン茶。3位は魚座のあなた。詰書にミスタードーナツの差し入れが3箱あるかも。ラッキーアイテムは製薬会社のボールペン。4位は乙女座のあなた。夜勤明けで松江区に行って爆睡。疲れが吹っ飛びそう。ラッキーアイテムはフェジンが飛び散った白衣。5位は双子座のあなた。カンファレンス中受け持ち部屋から頻回にナースコールが鳴る予感。ラッキーアイテムは同行系が励まくったペンライト。6位は水亀座のあなた。シーツ交換時落雪が舞い粉雪が頭に降り注ぐかも。ラッキーアイテムはタイ味噌。7位は獅子座のあなた。実習中の看護学生がお手洗いにまでついてきちゃうかも。ラッキーアイテムはゴムだけのクケッタイ。8位はいて座のあなた。抗生剤溶解中に陽圧をかけすぎて顔にスプラッシュしてしまいそう。ラッキーアイテムは亜鉛化軟膏。9位は天秤座のあなた。勤務表またぎで怒涛の6連続日勤がつく予感。ラッキーアイテムは整形外科に借りる三角枕。10位はサソリ座のあなた。勤務終了間際にドレーン抜去や点滴指示でドクターに振り回されるかも。ラッキーアイテムは三方合戦。11位はカニ座のあなた。患者さんの娘が看護師で目を光らされていろいろやりにくいかも。ラッキーアイテムは大きな脳盆。そして第1位はおめでとうございます、ヤギ座のあなた。ペーストやミキサー食の料理名が全て当てられる1日に。ほうれん草かなと迷うこともなさそう。ラッキーアイテムはこれ使うの久々と言いながら使う通気芯、エアシンとも言うよね。そして12位はごめんなさい、お牛座のあなた。高カロリー油液を踏んでしまったネチネチ音で就寝中の患者さんを起こしてしまいそう。ラッキーアイテムは印鑑が押された白衣。それでは今日も一日元気にいってらっしゃい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？